はい、皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、キラです。今回も戦国バサラ2英雄外伝やっていきたいと思います。今回はお市編でございます。ではやっていきましょう。兄様の罪は一の罪。はい、兄様の罪は一の罪。はい、さあ冒頭ですね、アニメパート、ちょっと暗い感じですね。どうなるのやら。はい、仲間さ夫人してますね。ついに来たか兄者。イチ、貴様逃げろ。嫌です。イチ、長政様と一緒に行く。勝手にしろ。勝手にしろ。怪我をしても知らんぞ。なぜこんなこと。相手織田軍かな、まあ、最終的には多分信長とね戦うことにはなるんだろうけど。はい、チャプター1。突如として朝倉氏のもとに攻め入った織田信長、はい、その双方に親交深い浅井長政は苦渋の末に朝倉との義を守り、信長に対し同盟破棄を申し入れた、うん、こうした長政の行動を制裁すべく出兵した織田軍を前に、浅井軍は壊滅間際へと追い込まれた。この危機にお市はただ無力であった。無力であった。兄様がやってくる。和の軍勢が羽川を埋め尽くす。震え我が瀬名。我が瀬名、これも初新しいクエストかな。新しいクエストっていうのかしら。新しい場所ですね。まあ後でちょっと音楽の設定は直します。この前片倉小十郎編で主題歌流れたんですよ。でちょっと著作権怖くて音量下げたんですよね前回。だから多分そのままです。さあどうしようかな。どれもねいいんですけど、とりあえずこれとこれ買ってみましょう。でこの買ってみます。え、なんかありますね。入会予定ですかね。これも買っておきましょうか。経験値に 20% ボーナス。そう、英雄外伝の方がいいよね多分。どちらかというとどれにしようかな。こっちの方が吸収するやつ。いやでもな、一武器でもいいと思うんですよね、レベル上げれるから。とりあえず最初第一武器でやってみるか。でこれつけて、まあ、アイテムでなんとかなるでしょ。で安定の無効のやつつけて、まあもちろんですねこの後お経験値2倍効果、この後ね専用アイテムを取りに行くんだけど、とりあえずこれでいきましょう。でまあ衣装は1個しかないんでこれでいきますかね。はい、お、この音楽ってさ、金ヶ崎でもありますよね、戦国バサラ3。虚説あるべし。ちょっと待ってくださいね。長政、はい、伊予に背を向けるか。ああ、私と朝倉が言ったのは兄者だ。どういうこと、はあ、上列するの。絶望がついに来てしまった。はあはあはあ、この武器って分裂するんだ。橋を上げろ。橋上げる。この BGM はね結構聞きなみ馴染みありますね。橋を上げなさい、侵入を許してはなりません。一、貴様逃げろ。いくら兄者とて妹は殺すまい。でもきっとそうしたら長政様が。もうこの頃からもうやめようとしてるのか。はい、これいいね、やってた。貴様システム抜き。いいね、
あ、死ぬもんって言われ、あ、そういうことか。本当にゆっくり戦ってた。いかがでしょう、信長公。ご機嫌うまし。水秀でやるよりは、このうつけが。やむを得ません、迂回しましょう。やっぱ最初なんでね、許してくれるさ。せっかくだから俺は逃げるぜ。おー、ありがとう。あれ、マジでかかりましたね。はい、地獄の姉川。仲間さ様、兄様に謝ろう。謝ろう。謝って許してもらおう。何を言うか。義に背いた者に許しをこうとは何事だ。これがいいのかな。すごい、後世に残る実に素晴らしい戦だ。はいはい。どう？いいのよ、位置を切ってみせて。遺言は済ませ。ちょっと見えそうで見えないんだよね。この際どいっすよね、この慌てるな。衣装ね、気を疑い、スカマルギーあたりを。くそ、あいつのせいでこの戦は負けだ。HP 吸収するのかな、見れないかな、キャラ設定。キャラ情報がまだ見れないか。ダーン。この頃からもう魔の手があったんだ、ね、お二方により、姉川の流れも血に染まろう。13の数にて貴様の首を締めてくれよ。逃げんじゃないよ。出ませい、我が13代よ。なんだ、あ、忍びか。信長様の命により、試練の数にて貴殿を滅する。いざ覚悟。一人、我が13の構えを崩す者などなし。お願い兄様、長政様とお話をして。小豆の袋も破れたわ。破いたのは貴様ぞ、一心。みんな、仲間さ様を助けてあげてね。よい、ありがとう。拙者を倒すか。あ、まだね、すごい。恐れるんじゃねえ、前へ出ろ。ありがとう、ありがとう。窮地だ。兄様と話をしなくちゃ。我の開くは死と恐怖の宴ぞ。おい、夜明け様をじきじきに送ってやるわ。軽く200超えたんですよ、気のせいかな。それがしと思うなよ。我らでは持ちこたえられません。嘘だろう、こんなところで終わりだなんて。ですね、ラギナタも悪くない。冷たくなってきた。怖くはない。我が忠節、一
今こそ見せる時。ナギナタも悪くない。跳ねまし降りましたね。ぜひもんなし。もういい、十分だ。聞け、石。でも兄様と話を。いいから逃げろ。話を私を怒らせるな。逆効果だと思うんですね。信長と位置ってどっちが強いんだろう。だから位置の方が強いけど。時を上げよ。敵に情けは無用ぞ。根拠はあります。根拠の理由は特にないですけど、はい、本陣どっちか。過酷な戦は光秀いるじゃん。貴様すら修羅に変えるか。お分かりですか、ムービーはないかな、この予感。かつてない戦いができそうです。なんかオーラまとってるよね。私明智光秀、なんか渦巻いてる。信長公の御ため御ため、はあ、あなたは位置を陥れる暗闇。ようこそ。まずは私が一差し舞いましょう。前座のみでお会い舞台をまた一挙。明智様、一たちを放っておいて。信長公にもそうさえずるおつもりと。愛も変わらず美しいばかりのお人形だ。いつもあんなに優しいのに、あれは嘘だったの。人は皆他人に言えぬ本質を眠らせている。あなたもお分かりのはずですよ。あ、言われた。何をしておる光秀、余興に幕を引け。バサラワザ行こう。残念。ではお別れです。お一度おお。許してね。すごっ、 HP やばいけど。HP のやつつけるか。よく買いにてこうお待ちしましょう。ありがとう。ありがとう。じゃあ信長勝てるかな。ちょっと今あのバサラ技溜まってないんですけど大丈夫そう。羽があってこんな静かな。様、お願いがあって。いよは寛大ぞ。だが二度目はない。選べ。いよに示してみる。貴様が選ぶは石川聖か。どうした、一選んでみよう。違うの兄様、一の話を聞いて。お願い、長政様を許してあげて。世に弓引いた者を許して何を得るか。一が何でもするから。何でもするって。兄様、何でもするって言ってるよ。やめろ兄者、秘伝の相手はこの私だ。甘いわ長政、貴様には何もできぬ。気分そうだった。兄様はうちの言うことなんか聞いてもくれない。聞いてくれんよ。震えるほど恐ろしい。いけたいけた、よかったよかった。たわれは終わりぞ。終わりか。時間切れよ。さあどうなる。ああ、一位。あ、長政か。うわ、え、もう2の時点で長政を失うのか。まあ、いよいよ。つら。
ミオイチ。長政を殺したのは貴様ぞ。長政様！ああ、辛くね？なんか辛いな、一話ストーリー。ちょっと、やみそう。はい、アップありがとうございます。はい。体力が、震え和がせを習得。